はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は昨日に引き続き、リオグリーンエメラルズ、リオさんのですね、チームの初陣参戦の後半の予想をお届けいたします。はい、先頭がちょっと三振となっていますね。そして、このボールも、はい、三振となってしまいます。いや、いいボールですね。はい、そして、続くバッターは5番の小坂さん、これも三振、三者三振で得点奪えず、はい、マウンドには桜子さん、そしてキャッチャーにはユーポンが入っています。はい、これがセンター前へ落ちる、そしてランナー2塁を狙う、そして送球して、これで挟まれました、挟まれました。さあ、どうなるどうなるどうなる、強殺プレーが行われていて、そしてここのタイミングで送球がされてしまい、はい、併殺うまくいかず、ランナー2塁ピンチとなってしまいます。はい、そしてこれユーポン体いったんですけど、走られてしまいました。惜しかったですね、ユーポン。はい、そしてこの打球ピッチャーゴロ、桜子さんがっちりとキャッチ、そしてラストはアウト。はい、ワンアウトです。さあ、ユーポン大きく大きくと言っていますが、これが、はい、デッドボールとなってしまいます。ワンアウト、ランナー1、3塁。さあ、この場面ここでスタートですね。まあ、1、3塁なんでね、前に詰めて、はい。そしてこの打球、センター難しいところだが横打ちいった、ナイスキャッチ。そしてタッチアップ、ホーム返球してくるが、これがうまくいかず、タッチアップで得点を奪われてしまいます。ただこれセンター植木さん、ナイスプレーでしたね。めちゃくちゃ守備範囲広いです。そして、ね、その後にもすぐにねバックホームって姿勢、さすがですね。はい、そしてここ、いやー、ユーポンそこ取ろうだ、僕も一言言えないですけどね。パスボールでランナー進塁、そしてこの打球がセカンド前へほとんど落ちて、ファーストはアウト。まず最初失点で抑えることができたんじゃないかなと。はい、続く攻撃で先頭はユーポンから、はい、これ三振となってワンアウト。続くバッターは細川さん、打ったこれが三塁線、不規則な打球だがサードがっちりと掴んでファーストアウトとなってしまい、ツーアウトです。はい、続くバッターにはヒロト、さあ打ってくれよ。いい初球ね、ちょっとタイミング合わなかったかな、なんかついてからの、足ついてからのちょっとね間がありましたね。はい、これ痛いけど美味しい形で出塁となります。まあ確かにね、痛いとこガッツリ食らってますね。まあ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 、でもその後ね普通に走ってるので、ヒロト偉いですね。はい、そして勝負のところでこれ勝負の、はい、進塁ですね。これスタート良かったですね。うん、さあチャンスになりました。打った、翔平さんがよいしょー、コンパクトにセンターへ、ナイスバッティング。そしてまあヒルトね、余裕が返ってきました。そしてセカンド、おっとっとおい、おい、おい、結果ね、タイムリーでこの打席でも打点を上げました。そしてまあね、テイクワンベースで翔平さんは三塁へ、いや、ナイスバッティング。はい、バッターには龍が打つことができるか、ただこれが外のボール振らされてしまい三振となってしまいます。まあただね、この回も、点を奪うことができました。はい、マウンドにはもう一人の翔平さん、はい、いいですね、ナイスピッチ。本当に高身長でイケメンでピッチャーができていいですね。はい、そしてショートフライでツーアウト、ナイスピッチ。さあ、3人で終えることができるのか、よいしょ、ジャーソールキー、アウトローびたびたで見逃し三振、ナイスピッチです。さあ、先頭は代表村澤さんから、これがこれがどうなる、キリキリ打球だがピッチャー落とす。軟式のね、内野フライはこれがありますからね。はい、ファーストセーフ、はい、ユーポに言われちゃってますね、代表。まあ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 、進塁できたんで。そして途中参戦の鹿野さん、これがね、センターへうまく返します、ナイスバッティング。
はい、お次のバッターは黒羽さん、珍しい名字、そう、元 DeNA 日ハムの黒羽選手の弟さんです。そして強烈な打球が三塁線を破って打球が返ってくる、えぐい打球のタイムリー、ナイスバッティング。さすがですね、いやー超いいバッティング。はい、バッター植木さん、これ思いっきりフルスイングした打球が、はい、センターを越えていく。三塁ランナーが悠々とホームイン、そして二塁ランナーも帰って、はい、ぐるーん、2点タイムリーで点差広げます。ナイスバッティング、植木さんは三塁へ。はい、いいですね。さあ、バッターには翔平さん、これがフォアボールですね。まあ憲法なんで、まあ、パスボールとしてもちょっと三塁ランナーは後ろ帰れないかなと。はい、そしてこの打球はファーストフライとなりワンアウト。さあ、バッター桜子さん、これがサードゴロとなってセカンド送球、セカンドはアウト、ファーストはセーフ。この間に三塁ランナー植木さんが帰り、1点さらに追加します。はい、そして小坂さんはフォアボールです、スルイ。さあ、バッターユーポーン、ただこれベース上に打ちましたね、ファーストゴロとなってしまい3アウト。ただね、点差開きましたね、いい攻撃できます。さあ、マウンドには細川さんが、はい、上がります。これが、はい、ファーストはセーフ。そうですね、ちょっと微妙なところに落ちてしまいますね。はい、そしてお次のバッターがフォアボール、キャッチャーヒロとリラックスと、はい、されております。この打球レフトが、はい、しっかりとキャッチ、ワンアウトです。はい、そしてこれファーストを踏んでセカンド送球、セカンドもアウト、ナイスゲッツ。この結果ね、無失点です、ナイスピッチ。はい、バッター細川さん、さあ、これがショート正面のゴロとなってしまいワンアウトとなります。さあ、いろんな意味で1日当たっているヒロト、これはいい打球なんですが、これもショート正面、パスはアウト。 いい当たりだったんですけどね。さあ、ここまで2打席連続打点を挙げているホームランからのツーベースのバッターは翔平さんですが、外のボール三振となり、今回は久しぶりにね、無得点となりました。最初からのマウンドには浜ちゃんさんが上がっております。先頭がフォアボールで出塁となってしまいます。さあ、お次のバッター、はい、これがね、ちょっと外れてしまいましたね。まあね、憲法はね、普段投げない人はね、投げづらいマウンドですからね、本当に癖があるマウンド。はい、これも外れてしまいフォアボール、そして、はい、またちょっとね、フォアボールとなってしまい満塁となります。そして、はい、ここでもね、押し出しで1点を与えてしまいます。はい、この打球ショートナイス判断、まあ、1点はね、奪われてしまいましたが、この苦しい場面でのね、ワンアウト大きいですね。はい、そしてこの打球はインフィールドフライかな、はい、ショートが、はい、キャッチ、ツーアウトです。はい、勝利まであと1人、ただここがね、また外れてしまいフォアボール、そしてね、これもちょっとね、大きく外れてしまいましたね。入って入ります。はい、これがデッドボールです。はい、そして、はい、ちょっとね、連続で押し出しが続いてしまいました。これもね、高めに大きく抜けてしまいました。本当にね、憲法はね、平地なんで投げづらいですよね。はい、そしてユーポンが緊急登板、激アツな場面でね、抑えることができるんでしょうか。はい、初球、初球を打たせて、はい、スリーアウト、1球で打ち取ります、ナイスピッチ。はい、時間にて試合終了、初陣を勝利で飾ることができました、ナイスゲームです。リオさんの各種リンクは概要欄からチェックをお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あっしゃー、いけいけいけ、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。
Oh,